ってる。こんにちは、基本 ED です。聞こえたかな。基本 ED です。何回も言うなっちゃうんですよ。ね、恒例の給料日前ということで、給料日まであと22324、あと3日耐えるなあかんので、恒例の金ない生活、人生初そば作ります。いや初でもないんだけど、これ流水麺、茹でずに簡単、ほぐすだけ、はい、200円。はい、これ去年なぜか年末に買ったやつ、うい、0円。これなんか、何やら、お酒やね、アルコール、ウイスキーかな、買った時におまけでついとったやつ、ビールやったかな。はいはい、これを混ぜたらカレーそばができるかどうかいうことでね。はい、ではスタート。はい、これね、流水麺の裏やから、はい、いきまーす。はい、おもむろに行って水でほぐすだけ、さっとほぐすだけ。手ちゃんと洗っとるから、コロナでね、これさ、うわうわ最悪。カメラもね、よう使いこなしてまへん。はい、さっと茹でるじゃ、ちょっとほぐすだけ。はい、さっと、これ絶対固定できてへんね。はい、さっとほぐしました。はい、はい、基本 ED です。はい、はい、OK です。ほんでおもむろにこれ投入します。はい、基本 ED です。これね、おもむろに入れます。これだしが少ないね。そういう場合はどうすりゃ、こんなもん2人前やからね。もう一丁。はい、基本 ED です。はい、これね、はい、いい感じやね、いいもんだよね。はい、汁少なくないです。で、これよっ、濃いんかね、これ4ついきます。はい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 、で火にかけます。よいしょ。はい、こんな感じ。はい、はい、以上です。じゃあねー、スタート。はい、こんな感じ。煮すぎたかな、ていうか溶けてなかったんだ、ていうか失敗やね。ちょっと止めますね。失敗やね、麺はブチブチ切れるしね、まあ、溶けへんしね。はい、ボリューム多すぎやしね。はい、失敗です。はい、じゃあね、はい、基本 ED です。